ビズ TV のご覧の皆さん、こんにちは。オリックスバファローズの西幸です。まあ、いつも投げ込んでるんですけど、まあ、それ以上にしっかり目的意識を持って一日一日を過ごしていければなと思いますね。例えばピッチングだったら下半身をもっと使うだとか、トレーニングだったらその部位を意識して一個一個を意識してやるっていうのを目標にしていけばいい状態で、まあ、開幕までいけるかなっていうのがあるので、それを目指してやってきます。変わりはないですね。はい、そうですね。まあ、1年間怪我なくローテ回ることと200イニングを目指してやります。今シーズンはしっかりクライマックスいって日本シリーズいけるように頑張るので、ファンの皆さんも精一杯応援よろしくお願いします。